イントティーを入れる男性、アッツァイは、モロッコの喫茶形式である。モロッコでは、食事時に緑茶を飲む習慣があり、モロッコに限らず、広く北アフリカ、サヘル地域やスペイン南部でもモロッコ式の喫茶が、たしなまれている。日本の茶道のように芸術の一様式と、捉えられており、モロッコ文化を語る上で欠かせない存在である。またモロッコは、 世界有数の茶の輸入国でもある。ことに、モロッコ、チュニジア、アルジェリアでは、消費量が多く、一人当たりの年間消費量は、それぞれ1.4、1.5、0.7キロにも及ぶ。供されるのは、モロッコミントティーと呼ばれる緑茶にミントを加えたもので、ある。今日では、北アフリカ一円に広まっており、食事時に限らず様々な機会に足しなまれている。 客へのもてなしとして提供されることも多く、茶を差し出された場合には断らずに、そのままいただくのが礼儀である。一般に料理は、女性の担当であるのに対し、あっさいは、課長が給仕するものとされている。茶がモロッコに伝わったのは18世紀頃と見られていて、ヨーロッパ人捕虜の釈放を求めて、モロッコを訪れた死者が、 スルタンのムレイコールイズマルに茶と砂糖を送ったとの記録がある。1800年代中盤にマグリブとヨーロッパとの交易が活発になるの時を同じくしてモロッコ中に広まった。給仕の仕方は地域によってまちまちである。一般にモロッコ北部地域の方が南部よりも甘めに仕立てる傾向がある。地域によってはミントの他松の実を加えるところもある。 冬の間ミントが手に入りにくい場合にはニガヨモギを加えたりする。ニガヨモギを使った場合は独特の苦味が,が加わる。レモンバーベナを加え、柑橘系の風味を加えることもある。茶の入れ方はやや複雑で、家庭家庭がそれぞれの入れ方で熱さをたしなむ。イカレーとして最も簡単な入れ方を紹介する。なお、使う茶は中国産の玉茶という銘柄である。 アッツアイとミントとは不可分な存在だったが、最近では農薬を有料してミントを使わないというモロッコ人も多い。1日3度飲むことが多く、蒸らす時間を変えて異なる味わいを楽しむ。以下の格言がよく知られている。レプレミアベールやウッシアメールクラビ、ルドゥジエムやウッシフォートクラムール、ルトロアジエムやウッシドゥクラモー一番戦時は苦い。 こと人生のごとく、二番戦時は強いこと愛のごとし、三番戦時は死のごとく穏やかである。ありがとうございます。